カルバジーニョは、スペインガリシア州、オーレン世間のムニシピオ。自治体名に由来するコマルカド・カルバジーニョの中心自治体。ガリシア統計局によれば、2011年の人口は14,145人。住民故障は、カーベリンズ、エサ、または、男女同系のカーボーリネンス。カスティーリ語表記ではカーベリーノ。 カリシア語話者の自治体人口に占める割合は95.10%。オカルバジーニョは、オーレン世間の北西部に位置し、コマルカとカルバジーニョに属する。北はオイリーショとピニョール、東はサンクリスト・ーボデセアとマシーで、南はサンアマーロとレイロと、西はボボボラスの各自治体と隣接。自治体の中心地区はオカルバジーニョ教区のオカルバジーニョ、地区。 オカルバジーニョは、ファロサンチの山間、アビア川の渓谷に位置する。オカルバジーニョはオカルバジーニョ四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は16の教区の89の地区に居住する。オカルバジーニョの集落は18世紀半ばに遡る。その場所は、オセイラ修道院所有のパルトビア教区に属し、現在の同盟の教区にあたる。 同地区で市が開かれるようになり、それに対抗して、周辺のリバダビア伯領や、その他の修道院でも市が開かれるようになった。市の参加者の一部は同地に定住し、19世紀初頭には、地元の中産階級へと育っていった。自治体市長は、ガリシア国民党のアルヒミーロ・マルノーテス・フェルナンデス。自治体表議員は、ガリシア国民党旧ガリシア社会党7、 ガリシア民族主義ブロック1となっている。オカルバジーニョは16の教区に分けられている。フトジは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。